だから立憲民主党は嫌われる、西谷智美議員の拉致問題軽視。問題発言やツイッター炎上が話題になる立憲民主党西谷智美摂津市議会議員が、昨年末31日のツイッターで、今年、府がいなかったのは摂津の教育に、拉致被害者問題を持ち込ませてしまったこと。もっと論破できるようにならなくては、 と確信づくに聞こえるような投稿をした。これに対し同日。北朝鮮による日本人拉致問題を学校で教えるとヘイトになるから論破するというのですか。一体誰の何を守るために論破するのか。そして論破とは何か。あたかも北朝鮮による拉致問題がネットの情報かのようですね。あなたの論破に対する有権者の意見について、 このような反応とはいかがなものか。特定の思想を生徒たちに押し付けてほしくないなどとリツイートされた。西谷氏はうわっつらで NPO 運営はできません。ネットの情報だけで判断している人に非難される言われはありませんと反論ツイートしたものの、年明け元日に。この度は、 私のツイートで拉致問題を軽視するような誤解を与えてしまったことは大変申し訳なかった。心より謝罪し撤回する。拉致問題は重大な人権侵害であり、啓発が大切であることは言うまでもないと平誤りのツイートを出さざるを得なかった。日本国民からすれば、これはアウト。誤解だと。もう遅い。 被害者の方々はどう感じただろう。起念にとっては今この瞬間も解決できず、そして失意のうちに亡くなっている親兄弟がいる拉致問題より、怒ってもいない北朝鮮差別の方が大切なのか。朝鮮学校への補助を継続させるためには何としても拉致被害者の問題を持ち込ませないってことか。と問い正したくなる。本人が一地方議員とはいえ、 このような偏った成功の人物や立憲民主党とは、どこを向いて政治活動をしているかが改めてよくわかる。支援団体の連合ですら批判するくらいだから一般国民からはうとんぜられ見放されることがよくわかる。お聞きいただき感謝申し上げます。